ばいよ。始まりました。でも正直シューはあいつバカだよ。ちょっとしたらあいつ多分どっちにも大学時代とか多分ずっとやってた。シュー陰キャ。うん。まあ、されると思うんですよね。あでもマリオカートこのあれあれやってないよ。バトルみたいなやつだけやったの。ああ。攻撃しちゃうやつ。そう攻撃しちゃうやつ。一番やんないですよ。え、そう。一番面白い。なんかシューがあれやろうっつって。多分自信あったんじゃない？シュー。始まった。始まった。始まってます。更新されます。うん。お、始まってる。すげえ、こんな感じで出ると。ここライブで待ってるから。これで待ってればいい。でも、終了します。大丈夫？裏であいみょんとかやってない？あいみょんで行くとくらいだよね。あ、待ってるね。まだ本日のインスタライブの人数多いぞ。よし。消せ消せ。まだ本日のインスタライブの方が多いぞ。でこんな感じで並んで。あ、これギフトの。そっちに流れてるよ。一回消したらいい。ハートこれ。島田さん得意のウィンクとしてないけどな。あれ。なんか。そうやくん頑張ってばっかりじゃん。島田さん精一杯の若者アピール、あいみょん。おもろい見えました。おもろいアピールって言われたら面白いな。すげえいじられてる。キャ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 。コメントが残りますで、これがこれ結構時間差があるんだね。結構まあまあありますね。このフィンみたいなやつとか GG とかは人で名前何々さん、ありがとうございます。何々さん、はい、ちょっとやってみて。こうなったらどこ読めばいいの。まあ、みゆさん、みゆさん、花火ありがとうございます。伊藤さん、頑張れ、ありがとう。チークさん、がフィンガー。そういうのも練習したほうがいいと思う。そういうのも練習したほうがいいと思う。じゃまとめればいいですか。あれ、リアのお店に、リアのお店に、3つけないよ。ありがとう。何そのシステム全然分かってないけど、大丈夫。そこに貼ってなくなっちゃう。ゆゆさん、あ、3つけちゃうな。ゆゆ。お、何ナミヒ。あ、これ、泳いで、来てる。これ、何熱い。熱いやつ。熱いやつ。トレッツしか読まないで。俺と逆。そしたら。クマさん。あ、クマ、熱いんじゃないこれも。ミトベ。それ、なんか、このシステムが全然分かってないわ、これ。これ、拾うの大変ですか。で、たまにコメントとか。リサさん。リサさん。ありがとうございます。リアノンさん。バラ。出てこまる。大田大丈夫。ありがとうございます。大田大丈夫。太田大丈夫。直接 DM してやってくれ、それは。太田大丈夫、面白い。ルカさん、クロさん、ミタさん、ミタさん。すごいね。めちゃめちゃ。香川真司。これ何の話？香川真司。柴田さん、娘今日泣いてません。ユウさん、トシさん、あざーす。藤原が喋ってるって。喋るよな、藤原だって。やろうよ、早く。じゃあ、これ、ね、やろうよ。じゃあ、アルビレックスに新潟マリオカート頂上決戦ということで、本日の参加者はこちらの4名です。じゃあまずゴメスさんから自己紹介をお願いします。背番号と名前と前意気込み一言お願いします。カメラ、あっち。背番号31、堀込優斗です。ダークホースとして頑張ります。あれあれね、あれね、お願いします。25番、藤原です。1位取ります。余裕ぶっこいてますね。20番、島田です。全員周回遅れにして優勝します。どう違うか大丈夫ですか。8番、宮本英二です。1番、今年頑張ります。頑張れ、はい、かわいい。頑張れ。戻れたら、はい、作ってねえキャラ、英二。なんか可愛くぶってね。可愛くぶってないでしょ。いいって。で、はい、エイジ君謙虚って言われてるから騙されて騙されて。早速このアルビレックス新潟マリオカート頂上決戦のルール説明に参りたいと思います。で、まあ、簡単に言っちゃえば、あのアルビレックス新潟の中で誰がマリオカート一番強いのかっていうのを決着つけようじゃないかっていう、まあ、皆さん気になってると思うんで、その決着をつけようじゃないかっていう勝負です。おい。で、4レースの合計のタイムが一番短かった選手が優勝になります。で、1位になった選手には、まあ、割と豪華な利品が待ってるので、皆さん本気で取り組んでください。試験4万円。これより豪華。これと同じぐらい。ああ、なかなかいいね。一緒か。
悪くない。でちなみに現在1位の選手は長谷川元選手で、タイムが7分57秒。まあ、分かんないと思うんですけど。全然分かんない。だから1コース2分以内。そうですね。大体1コース2分切るぐらい。まあ、特に1コース目、2コース目が短いんで、もうそこは1分50秒台で走って、まあ、3、4でどれだけ2分で近くなるか。それがもう勝負。それでこういう時もやってきたら、コメントがいいと思うんですけど。香川真司が。で、さらにこの配信をご覧になっている視聴者の皆さんにも視聴者プレゼントがございます。で、そのプレゼントがで、この2024シーズンの、全選手サイン入りのトレーニングウェアが、プレゼントになるの で、今配信中にキーワードを4文字集めているので4文字発表しているので、そのキーワードを集めてプレゼントにぜひ応募してください。で、その応募フォームはこの配信が終わった後、アルフェックスにある公式 X で発信するので、公式 X もチェックしてください。じゃあ皆さん、ルールわかりましたか？はい、頑張ればいいですね。頑張ればいい。はい、頑張って1位出してください。OK です。この中で勝てばいいや、とりあえず。まあまあまあ、そうね。うん、まずはね、うん。プライドだから。じゃあまずその、4レースのチャンプに行く前に、まあ1レースチュートリアルで、練習出してみましょう。みんなで4。いいけどね。VS レースで。はい。キャラクターになってください。リンク。かっこいいな。あ、これこうやって半分が上で見えてるわけね。はい。半分が。これさっき設定したやつそのままでね。多分ね。えちゃんもうちょっと寄ってって。えちゃんしゃべろよ。えいじ正解取ったって言われてる。香川真司に言われてる。えちゃんしゃべろよ。ちょっと早く教えませんか。ああ、オッケーオッケー。俺も決まってるから。皆さん何ですか、キャラクターは。俺、リンク。小林さんがリンク。で、ソヤさんが。クッパージュニアス。クッパージュニア。で、ゆずるさんが。俺、ヨッシーです。ヨッシー。ヨッシーオレンジ。クッパーにしました。はい。で、本番はグランプリ 150cc です。はい、これ、練習ね、これはね。練習です。まだ練習。さっきと違うところでやろうよ。どこにします？あ、でも1個なんで、うん、サーキット、サーキットじゃない、さすがに吉井サーキットですか、うん、バジュニアな、それさなんか恥ずかしいな、ゲームしてんのにすごく恥ずかしいです。それ負けるから。え、いや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 、これ最初どうやってやるんだっけな。教えんな、教えんな。ガルスじゃない。練習ながら点。おお、来た。あ、違う、違うとこ見てた。ゆずるさんだ、よし。オープド。うわ、待って、このリンク超使いづらいわ。あ、ちょっとこれか。え、むずくね、この面、さっきより。いや、むずいっすね。全然進まないね。うわ、リンク格好だけじゃん、マジ。全然ドリフトいかない。待って。ああ、マジで難しいな。そうや、ちょっと待ってって。そうや、そうや、ちょっとあの、そうや、これね。おダメダメ。ちょっと待って、俺この面マジむずいわ。惜しい。俺より後ろいるわ、ちゃんと。大事、難しくね。マジ、進まないけど。全然進まないけど。カーブで絶対壁にぶち当たっちゃうんですよ。やめました。結構スピード落とさないと。だから、あれだよね。あれ。あ、ブレーキした方がいいっすよ。ブレーキ使うのよ。ブレーキ使うんだね、これ。絶対嘘だ。誰、いいかやるの。え、あの、スピードって曲がり切れそうになった。あ、待って、ゆずくんに座りたい。あ、なんか爆発したんだよ。何これ。だって3位っすよね、来てた。え、レジほら、これ抜かれた。右上の人がだいぶ苦戦してます。ちょっとこの面苦手だわ。これさ、落ちるこのステージ。もう曲がれないもんな。落ちます、落ちる。あー、それそれ、このアイテムに俺が欲しかったの。だって金のキノコってさ、時間なの。
ガンガン押したら。あ、抜かれた。連打しなかった。いや、連打しなかったらさ、時間これ、キノコしたら、カーブ曲がれないから。時間マジで。あ、落ちた。落ち。なんか、キノコしか出ないわ。キノコさ、この面ちょっとダメじゃない。あ、やば、落ちる。あぶねえ。ショトガが1個ですね。あぶねえ、あぶねえ。あ、いえ、藤原。いかに最後にこのロケット使うか。ほんとそれだよ、お前。もう一気に5位まで。なんで、めちゃくちゃ。ほら、島田が。え、これさ、本番の時キャラ変えていいの？もう一回。ちょっとリンク全然ダメだわ。絶対やる。マシンじゃないですか。曲がれないぞ。どうですか。マシンの問題？え、もうみんなゴールした？え、はい、しました。誰ですか、右上。なんだ、よし。GLA ダメだよ。GLA ダメ。持ってるのに使わねえんだ。使ってなかった。OK OK。でもまあ。GLA ダメだ。でもまあ OK。全然曲がれないぞ。よし。なんとなく操作感とか。帰りたい。帰りたい感だ。勢いなく帰りたいよ。じゃあ本番行きましょうか。はい。キャラ変えます。はい、みんなで。これなんで。で上ですね。ちょっとだから俺これリンク変えますよ。はい。ちっちゃいやつのがやりやすい。確かに。こういうちょっと。スプラトゥーンにします。スプラトゥーンにします。スプラトゥーンスプラトゥーンのやつ。楽しそうだ。オレンジにします。髪の色は。そうやさんは変わらずカッパジュニア。はい。ゆずるさんが。ゆずる。俺も変える。ベンツじゃ勝てないよ。ベンツダメだ。あ、エルさんもマリオ。はい。俺じゃあこれベビーマリオ。ベビーマリオ。マリオには勝てないですよ。いや若手の自由で変えよう。曲がりやすさ大事よね、多分ね。確かにコースタイヤちょっとめっちゃ細かいやつするか。あ、コースによるか。はい。だから花ちゃんバギー有名だよね。知ってるよ俺。花ちゃんバギーがいいっていうのは知ってるんだけど。そこで、あ、まあ確かにそうやくんそこで感じにしとけば。確かに。なんか。そうやさんは何と何ですか。分かんない考え方。これは、これがそう。なんかもう分かんないけど。片手な。タイヤこれか。これね。レディーの字で見えねえんだよ。これノーマルブルーだよね。多分そうっす。じゃあタイヤでちょっと違い。タイヤはだから何を重視するか。曲がりやすさ。バランスの中にも。スパイシーリングにしよう。曲がる。わ、これベンツのタイヤじゃん。で、多分それベンツはベンツで多分揃えた方がいいんだよ。いや知らんけど。揃えた方がいいのか。僕ないだって。わかんないけど。ノーマルブルーだ。必然的に。で、この雲だ。全部一緒じゃん。弱いんだから。一緒も一緒じゃん。別に俺、それはいい。ダサいよ。それで負けたら。強いやつとかじゃないっすよ。そうやと一緒にして負けた。素直にさ。素直に。え、どれだったっけ。これコーラカップです。モモカントリーね。いやこれ皆さん準備ですか。じゃ準備できたら絶対ゆず君牛に当たる。冷え性でちょっと手冷えてるわ。え、いいっすか。いいっすよ。ちょっと肩痛いわ、俺。かっこ悪い。そうみんなして痛い。手冷たい。ダメっすね。はい。終わりと。ブラボー。スタートしてきた。キャリー。結構いいぞ。あ、いない。なかった。おい。藤原。藤原。見たか。めちゃくちゃ下手だな。あ、これさ、草入ったらドリフトできないの？できないっすね。あ、言ってよ、先に。もうめっちゃ当たる。え？ブラボー。しょ。コースがわかんねえ全然。それ。どこに進んでんだろう。今1位がすごい速いですね。速いんだよ。なんで1位なの？あ、でも、どこでそんな差がついてる？本当だよ。まだ始まって数秒なのに。やばいやばいやばい。ちょっとコインが。この花のアイテムって何なの？花のアイ
加速しながら、あ、なるほどね。使ってみたらいけたわ。周りの人食います。え、つくよ。食います。火で食い。あ、ファイヤーですか。あー、コイン集めること忘れてたわ。4コイン4つしかねえ。おお。いつの間にこんな。え、6位なんだけど。後ろ6位。やべ。ユスケ抜いてたよ。ここで多分あのバズーカ出るなら大体。ちょっとコインね。ほら。ほら。あ、何？ほら、見ろ。コンピューター強くね？後ろ何これ？やばい、下ってる。うわ、初めて飛んだわ、3周目にして。え、早くね。3周レースだったの。さあ、3がもう1でゴールしました。何秒これ。結構、うん、そんな速くないな。しゃあ、悪くない悪くない悪くない7位悪くない4もマジ悪くない。ロケットが出なかったから。ロケットだね。ロケット頼みじゃん。4くらいまで行ってたんですけど。同じ人しかスパチャみたいな。やっぱそうよ、早いね。チーズ、チーズさん。ひもとくんいつまで安全運転してるの。まあ、チャリだったもんな。ペーパーなんだよ。通勤チャリだった。フィンガー、フィンガー。ユウさん、クロさん、フィンガー。おい、始まって、始まるって。呼んでる間に。1列目、ソヤさん1位で、ペース割といいですよ。いい。そう。じゃあ俺も悪くないのでいいの。なんだ、3レース目、4レース目、全然ダメだ、さあ、みんなで、そうやが、優勝するように、あれするいや、そういう、成功してるやついいですね。人に上手くしいや、難しいね。まあでも、最初さ、軌道修正するわ。最初、後ろスタートありだね。ありっすよ、このコース優勝じゃなくて、エリに勝つことも誰ゆずくんすよ。あ、やばいやばいやばい。ごめんさ、ね、え、これ来る人でも、ロケットが。あ、いい感じ、いい感じ、慣れてきてる。いい感じ、いい感じ。コメントら、ゆずくんダサい、せこい、のコメント来い、ロケット来い。マリーシャだよ、マリーシャ。マリーシャ取るのか。マリーシャ。やばい、エイジ4位じゃん。3位は来てるっすよ。おい、なんていうところに。ロケット来い、ロケット。ロケット待ちだね、ユウスくん、これは。俺ロケット待ちだよ。なんかお化け。いやー、マジキノコしか出ない。あ、なに、なに。後ろにいたらいいの出るけど。もうそういうことだよね。あの、変な順位にいると気づいたら5位のに弱いっす。うわ、ロケットいいな、誰。誰本当にこれ、ユウスくんだったら、マジで。俺じゃない。セサンもラスト。やばいやばいやばい。早っ、来たー。何やこれ。あ、僕そのタイミングで。ああ、もうやばい。もっといけ、もっといけ。誰。一応ドリフトしてんだけどな、これ。青い球持ってるけど、どうしますか。別にもう投げてもいいよ。来たー、ロケットー。いけ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 。もうゴールしてるやつやし。ロケットはずるい。ロケットはずるい。ロケットはずるいよ。ユズくん、でも、でも9位だ。でも9位。あ、使います。はい、OK、OK。いや、ずるい、ずるい、ずるい。あ、何、何、何、めっちゃ打ってる、めっちゃ打ってる。うわ、遅いって。いらないっす。何、あの、まとまりきるやつ。ロケットからのロケット。ゲンってか、全部使えます。あれ待つのいいじゃん。でも、あれ、そんな強くないっす。これなのよ。そのために、会にいるんだが。俺でもですけど、キノコしか出ないよ。キノコしか出ない。日頃の行いよね。日頃の行い。確か、そういう作戦か。これ、ダメだわ。また曲がりづらい。こいつも。コントローラーじゃないですか、コントローラー。コントローラー悪いかもしれない。結構あるっすよ。みんな使いすぎて、なんか。めっちゃ、ここなんか緩いっすよ。曲がりづらい。マジあるある。あるっすよね。壊れそうっすよ、これ。もう最終レースだからな。エイジのファンに本気で嫌われそうだからやめる。ほんとやめるね。邪魔しまくってる。うえスタートダッシュはゆずくんも失敗してる。ちょ、道が分かんない。分かる分かる、それだから、ね、やっぱ道なの。親切に真ん中にマップがあるじゃないですか。いや、見れるか、そんなの。余裕ないのよ。
やばい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 。これ難しい難しい。みんながいける。あ、いける。カニ、カニとかに気をつけないと。ここはあんまドリフトいらないくね。あの、ゴール前切り替え。あ、ここか。はい、そこですね。言って言って。ジャンプこう。ジャンプアクションにしたです。ジャンプアクション。あのちょっと坂みたいなのじゃないですか。ウェブ向きの坂みたいな。その時に右のドリフトのやつ。はい、押したら、ここだ。あ、クランってなります。うん、へー。あー、アイテム取れんかった。地獄。誰が前に出てない。これ、ゆずくんに抜かれてからでいいか、これ使うの。大丈夫、俺ロケット出るから。合わせてどうすんの。あー、アイテム取れない。アイテム全然取れないんだけど。2個取りたいね、これ。そういう意味で、ジャンプアクションしてる。教えてあげてんやつ。あぶねたい、それは誰だよ。でかっ。しかもアイテムなくなるのそれって。あ、なくなる。あ、今のやばいね。サンダー振ったんだ。うわぁ、こんなしこいせ。いい勝負してる。大丈夫、今ロケット出るから待ってロケット待ち。何これ、こういうのやないのよ、こういうの。いや、あのさ、スターカウントダウン欲しいわ。水の中行ってる時に終わられても困る。ねえ、めっちゃ分かる。音で音聞こえないよ、音なんて。ゴール前にマナー。ロケット全然出ねえじゃん。マジでどうなってんだよ、これ最終レース来たロケット。いや、悪くないね。5位はエージ抜け、エージ抜け、エージ抜け。これロケットで最後終わるのダサいっすよ、マジで。絵的にロケットゴール。ああロケットゴールだ。うわ、迫ってる。でも合計が多分俺勝ってる今。ひどいね俺ら。ひどっ。今日着どっちが3位だったんですか。3位エージ。エージさんの3位っていうか、あ、そうそう、この中で、この中で。宮本選手、J リーグだと降格だよって言われた。 J リーグだと降格だよ。厳しいでしょ、それは。しょうこさん、ありがとうございます。なみたさん、ごめんなさい。 GG シールさん、めっちゃしてくる。シュレルってさ、あの1日だけだもんね、結局ね。次最後のレースなんて沖縄での。お、来た、なんかでっかいの、ハート。 GG、すごい。よし、最終レース行きましょう。はい。え、そうや、今全部1位。はい、え、どうなの、そうや、今。いや、悪くないです。ある、ある。いや、あります。ある。微妙。微妙ですかね。お、香川真司が応援してくれてる、俺のことを。最初だったもんな。ロケット島田行くよ。スタートダッシュ選手権だと俺結構いいとこ行く。俺一回もスタートダッシュできてる。絶対同じのはゆずくん。これはマジで、車に当たんなければ。後ろにいるもんな。これ絶対このさ、え、このサイドのやつどうやって乗るの、この。普通に乗ればいいっす。そのまま突っ込んだり。は、なんか青いところがある。入り口があるのね。青いところ集中して。車にぶつかるんだろうね。いや、ほんとここ安全運転よね。車に負けるんだろう。これドリフトとかいらないよ、多分。安全運転だ。見てみよう、俺3位だもんな。え、安全運転で。俺安全運転で、今。はい、ちょっと芝居とこ。そうや、ちょっと邪魔だったんで。あ、いいね。ここに。このブーメランは？はい。ブーメランは3回下げて前に投げて、いつの間にか6位だもんね。相手倒せます。 あんまり使えねえな。あ、今んとこか。入り、え、1位じゃん。どうした藤原？どこにいんだ？じゃあ、やめろ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 。じゃあちょっと譲ってくれます。あ、おい、集中し。このアイテム、本当使い勝手悪いわ。おぉ、めっちゃ火来てる。誰どうして当たった。あ、危ない危ない。ブラボー、ブラボー。当たった。どうしよう。誰なのそれ。うわ、めっちゃむずくないこれ。コインが足りてねえ。いや、めっちゃむずいじゃん、壁。え、何今サインっす。ああ
あ、今俺でしょ。来た。はい。ティ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 俺は後ろに投げてるよ、ちゃんと。誰マジで邪魔すんなよ、上位にいるやつの。いやいや、いやいや、おい、宮本、宮本、やダメだな、多分。おい、コンピューターいなくなったわ、これ。うざっ、うざっ。でも勝った。いや、でも合計勝ったんじゃないの。危ない、いい勝負。一緒一緒か。あんだけ。まあ、これはどうしようもないな、ちょっと削り合って。え、そう、エイジ。いや、俺、エイジが邪魔しなきゃもうちょっとよかった。俺邪魔して、赤コーラ、サンディちゃんぐらい。いや、俺多分5秒ぐらい遅いんじゃない。これ、ソーヤが言うじゃったらもう俺らの優勝みたいな。でしょ。いや、俺、だって赤コーラ投げなかったからね、前に。ああ、2位でいるときに。投げても俺、防御あったんで。俺は後押ししたよ。ここで、ケツにつけれるんですよ。コーラとかあったら。意味わかんない。全然意味わかんない。意味わかんない。防御できんすか。だからコーラとかバナナとかを出るじゃないですか。ああ、でここに長押ししとけば。自分のアイテム使えないじゃん。使えます。だから使えるというか、防御のあれなんで。めちゃくちゃ猫の手みたいな。ちょっと知識からして足りないな。そう計算してるんで、コメントで人に。言って言って、防御とかの話、先に。それね、防御ありますよ。どうですか、ヘディングしてるのか。なんだ、このヘディングしてが全然さ。わかるね。みんな言ってやってるよ、ヘディングして。なんだヘディングって。防御は必須です。ほら、防御必須なの。先に言ってよ、それ。本当だよ。そのぐらい知ってるかな。知ってると思った、逆に。このヘディングしてとかスライディングしてって何だ。スライディングって何ですよ。ヘディングは一番最初の回で、フミヤさんがカメラに近づいてヘディングしたのを。ああ、それ同じことやね。スライディングは？スライディングは分かんない。そうや、筋トレして、はい。筋トレしてない。筋トレしました、ね。先に言っても島田さんは誰だ、誰だ。え、これ俺だよ。俺、ほら、俺後ろ投げたよ、今ね。後ろ投げたでしょ。それどうやって後ろに投げるの。後ろ、下にカーソルやりながら。そしたら後ろに行っちゃうんじゃない。車に、車は後ろに後ろ行かないでしょ。アクセル踏んでるんで。てか、オートアクセルなんで、多分まずここ多分押さなくていいです。え、そうなの。それはやばいです、本当に。まあ、俺、すげえ必死に押してたよ、これ。めっちゃ押してるよね。多分押さなくていいです。あのスタートを押さなきゃいけないです。もう。スタートは何秒から押すんですか。2秒。2秒のちょいね。あ、別にそんなスタートダッシュです。そうや、スタートダッシュしないで最初から来いって言うんですよ。ああ。1回でいいから、俺スタート。来いって言うと何が最初1位だ。だから行くじゃないですか。早く。コイン1枚取ると最高速度が 1% 上がるんですよ。で、10枚溜まって。そうなんですよ。でも、ちょっとクラッシュしたらそのコインが10からまた取る。でコイン最後だから直線で並ぶとするじゃないですか、うん、そしたらコインある方が早いです。そうなの。それって何、結構昔からそういうルールだった。いや、あの回によってっていうか、その作品ごとによってコインがあるかないかってなんかあるんですけど、今回はそのコインがアイテムで選ばれたんで。そうなんですね。そういう話を質問しないする。いや、マジそう、マジそう。そのぐらい常識知ってるの。じゃあ、はい、タイムの計算終わりました。うわぁ、多分遅えな。じゃあ、発表したいと思います。で、ちなみに今の、全員の中での、全員で、選手全員の中での1位が、
7分57秒。長谷川さんも全員で。じゃあまずこの中で、再開、タイムの再開。合計で、たぶん48秒。一緒だったから。ほぼ一緒だよね。宮本英二さん。8分48秒。ひどいよ、8分41秒は。48秒。それでも1分も確かについてない。意外だよ。ひどいよ、8分48秒。この回結構皆さんうまかったっすよ。本当にそうなの？これで？これで。8、4、8、8、8。で、まあ、第3位。まあ、島田優選手。まあ、そりゃそうです。タイムが8分45秒。この4秒でかいです。まあ、ね、この3秒でかい。しかもあれだよ、ロケットだから。邪魔しなさい。3個目のロケット。この3秒でかいよ。確かに。で、まあ、2位が、まあ、堀米選手で。タイムが8分35秒。ああ、まあだいぶ違うね。やっぱりやめます、それは。何秒違う？ 10 秒。自分さんと10秒。まあ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 、10秒はでかい。2.5 秒ずつ。10はでかい。で、まあ、第1位。ここよ。もちろん俺の後押しもあって。え、元木がいくつだっけ？7分57。はい、うん、1秒俺の後押しも。はい、以上、タイム発表。7分59秒。うわー、惜しい。いけたじゃん。結構グダったから最初だね。いや、最後も結構グダった。最後が青がなかったり、あと青がトラック突っ込んでたんで、あそこなかったら誰か青コーラ投げたの？コンピューター。コンピューターしますコーラ投げた。エイジとかヤスシーゴ。ごめんなさい、赤コーラ2回投げたな、これ。あ、ユス君がマジやれなかったらだいぶ差ついてたね。あ、逆だったか。でも残念ながら、2秒差で。惜しい。まで1位は、まあ、ここにないんですけど、長谷川元輝選手、まあ、長谷川元輝選手の方が、まあ、豪華景品くれるかなと思います。で、まあ、これを今見てる視聴者の皆さんにも、プレゼントがあるんですけど、まあ、先ほど。え、ゆずくん帽子かぶってる、これ。これギフトなの、帽子かぶるの。俺にもかぶせて。これ一人だけ選ばれるの、勝手に。え、すごいなんですかね。画面の中心にいるから。帽子かぶせて、誰か。あ、来た来た。これまだ、来た。発売前。なんでゆずくんなの。一番嫌いから。来た。一瞬だな。っていうかさ、決勝やったらいいんじゃない？やりますか？タイム。暇だろ、どうせみんな。レイトキと、ソーヤと。誰が早い？あと誰？モテキとソーヤ。ソーヤ2位。多分ソーヤさん2位。タイムで、そんなまあ、ちゃんと言わせてもらう。シューが帰ってきたら3人でやったら。若い。シュー入れてあげな、最後。若いやさん、強い。こちらの就職年の方に行くと、サイン。俺も若い時だったら多分もっといけたわ。やってるかやってないかもしれない。いや、俺右肩痛くなかったら多分もうちょいけた。監督コーチ陣も痛いからさ、リチさんの両肩は絶対やらないでしょ。絶対下手でしょ。誰一番下手？リチさんやっぱり下手。リチさんやったでしょ。でもリチさんとか意外ともしかしたらマリオ知らないんじゃない？リチさん子供とやってるかも。悪口あるの？こうやって見て長いっすね。え、塗ってる？日焼け止め。日焼け止め。使ってた。はい、戻りました。戻った。落ちました。よし。どうぞや。じゃあ、はい、もう一回。一番真面目なキーワードを。いや、もう一回どうぞやりたい。もう一回どうぞ。普通流れ見つけに。何も停止してないから。はい、じゃあ、はい。ね、視聴者プレゼントの、キーワード、4文字目発表したいと思います。じゃあ、水谷さんお願いします。え、4文字目は。すごく大好きだよ。で、はい、ちなみに、1文字目は、さ。2文字目は、はい、そうさん。2文字目は、い。はい、はい、ヘリさん。3文字目は、ぜ。で、4文字目は、さ。うん。はい、ありがとうございます。さあ、いいぜ。これ、なぜ、動いてますね。ということで。
ホームフォームが発表されるので、これさ、最近さ、ピースしたらさ、風船飛ぶんだよね。これ、なんだよ、インスタライブでも風船飛んでんの？すごいね。で、その応募フォームに、キーワードと、その必要事項を記入して、ぜひ、さっきのトリングウェア、これね、朝よ、皆さんも今日作ってもらったので、プレゼントになるので、ぜひ応募してください。ソーヤ君もピースしてってみんな言ってるよ。あ、知ってるよ。かわいい。エジギャルピーだって、ギャルピー。ギャルピーって何なの？得意じゃん、エジギャルピー。嫌な先輩。得意じゃん。かわいい。じゃあね、もうそろそろ終わろうと思うんですけど、本日の配信、皆さんいかがでしたか？ソーヤさん、どうでしょう？1位になり損ねましたけど。リベンジできるかしたいんだ、一応悔しいんだ。ウメさんはどうでした？自主練してましたけど。いや、リベンジできるなら1年後にね、1年後にちょっと細練しとこうかな。ゆずるさんとゆずるさんどうでした？いや、俺もデッキーのゲーセンであれでね練習しようかな俺もあれなら結構強いよ。そう思ったよ。じゃあ、あれあれあれ違うんですか？あれでやろうよ。あれだったら勝てるんですけどね。娘膝に乗せてやっても勝てるんですよ。レイジさんどうでしょう？練習します。